週間ゲーム売上ランキングの動画ってなんかね、毎回結構ね香ばしいコメントがついたりすることがまあまあ多々あるんですけれどもね、なんかまたなんか喧嘩してんなこの人たちみたいなのにあるんですけど、だいぶ前に特に香ばしいコメントがあっていつも思うけど、ダウンロード版の売り上げを隠蔽するのって脱税のためと思ってしまう。会社としては売り上げごまかしたいですもんね、笑。しかし売れてないように思われるのは握手のような、香ばしすぎだろ香ばしすぎよ。これ逆にエンタメ性高すぎだろ、これ。香ばしさ行き過ぎて裏返っちゃってエンタメ性高くなっちゃってんだろ、このコメント。でもこの理論からいくと、ペンがもう毎週売れた個数とか発表しなきゃいけなくなりますよ。それはでも、隠蔽してほしいよね。あと、俺が月に何個買ってるかとかもそういうのも隠蔽してください。どうも皆さんこんにちは、ケイジチャンネルです。というわけで今日の動画は、週間ゲーム売上ランキングを見てみんなでワイワイしようの動画となっております。先週すごかったですもんね。メタファー。ドラゴンボールスパーキングゼロ、サイレントヒル2と、一気にダダッと発売されたり、ニンテンドースイッチでは知恵の借り物など、ランキングに並んでいて、新作のゲームが一気にね、ランキングを占めるような、そんなちょっとすごい賑わいを見せておりましたが、今週は果たしてどうなるんでしょうかね。それこそ今週はですね、プロ野球スピリッツ2024や、スーパーマリオパーティージャンボリーなども発売されているんですよね。果たしてどのゲームが売り上げ1位を取ってくるのでしょうか、気になるところですよね。ではですね、いつも通り、まずですね、1週間のハードの売り上げ台数を見てみましょう。売り上げこのようになっております。読み上げません。ご確認ください。Nintendo Switch は、まあ、いつも通りな感じでしょうかね。で、PS5 も値上げしてからいつも通り1万台ちょっとぐらいっていう感じですよね。そしていつもと違うのは Xbox。Xbox シリーズ X デジタルエディションが発売されまして、今後の集計にはですね、デジタルエディション版の集計も合わさってくることとなります。まあ、10月15日から発売といった形なので、いつもの日本での Xbox の売り上げよりも売上台数が増加するような傾向となっております。ちなみにハードの売上台数の話で言いますと、海外のですね、VG チャートというサイトで、2024年9月の世界ゲームハード売上の予測が記載されておりました。VG チャートの推定によりますと、2024年9月 PS5 は102万台の売上。Nintendo Switch は79万台の売上。Xbox シリーズ X、シリーズ S は29万台の売上となっているようです。ちなみにこれによってですね、Xbox は世界での売上累計販売台数が3000万台を突破したとのことなんだそうです。PS5 の売上台数は、ここ数週間日本だと、まあ値上げの影響といったところで売上台数がぐっと縮まってしまっているんですけれども、世界的には今 PS5 が一番売上台数を叩き出してるハードになってるんですよね。っていうか、ここ1年以上ずっとそうだったりするんですけどね。世界規模で見るとといったところではあります。11月の中旬ぐらいから、あれですね、この売上ランキングに PS5 Pro っていうのが加わってくるんですよね。いや、そっちの売り上げも気になるところですよね。どうなってくるのか、すごい興味があります。もう日本の場合だと10万円を超えるようなゲーム機になってるんですけど、日本で果たして、そんなゲーム機が一体どれだけ売れるのかは、発売のね、最初の週はね、そう、ドンと売れるでしょうけれども、まあ、2週目、3週目以降、どういう感じで売れるのかって、ちょっと気になるところです。あ、いや、それこそさ、昨日、エディオンのサイトで PS5 Pro があったんだよね。エディオンって在庫台数がリアルタイムで見えるんですけど、なんか私が見た時に150台ぐらいあったんですけど、なんかね、毎秒どんどん売れてくる。毎秒。更新するたびにどん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 数が減っていって、まあ、当然のように今、もう在庫なくなってたりするんですよね。ね。PS5 Pro って、どういう人が買ってんだろうね。まあ大人か。大人の人たち。まあでも iPhone とかもバンバン売れてるから、まあそういう感じなのかもしれませんね。まあみたいな感じで、週間ゲームハード売り上げとなっておりました。さあ、まあそんなわけでね、ゲームソフトの売り上げランキング気になりますよね。早速見ていきましょうと言いたいところなんですが、今日もやっちゃいます。ケイクさん的にどうでもいいランキング。皆様からお題をいただきました。いただいたお題にどうでもいい回答をしていく、どうでもいい時間が、まあ、週1でやってきます。今日いただいたお題はこちら。フロムソフトウェアがゲームハードを作った時にありそうなことベスト3。あ、いや、まあ私としてもね、そろそろ新しいハード作るところどっか出てきてもいいんじゃないかとは思ってるんですよね。丁寧さとこだわりで知られるフロムソフトウェアなら、
世界的にも受け入れられるのではないかな。お前早すぎた喋るの。第3位、起動すると転送される、地獄みたいな場所みたいな、あれどこみたいな。第2位、起動すると鉄球が転がってくる、後ろからガラーッ。第1位、死ぬ、まあ、シンプルシンプル。というわけで、ちょっと待って、じゃあさ、俺一回やってみたかったことあるんだけどさ、このお題に対して皆さんもコメントで回答してみてください。皆さんなんか面白回答出してください。ぜひ皆さんの挑戦お待ちしております。とともにですね、どうでもいいランキングは皆様からのお題で成り立っております。ぜひコメント欄にですねお題を記載していただければですね、来週以降の売り上げランキングで採用させていただくかもしれません。さあではですね、無駄な時間を経てやっとですね、売上ランキングを見ていく時間となってまいりました。スーパーマリオパーティージャンボリーやプロ野球スピリッツ2024などが発売されたその週、そしてその前の週にはたくさんのゲームが発売されており、もう本当に混戦、大混戦の1週間のランキングになると思います。では10位から読み上げていきたいと思います。第10位、 PS5 サイレントヒル2、売上本数4287本。第9位、 PS4 メタファーリファンタジオ、売上本数4610本。第8位、 Nintendo Switch 集まれ動物の森、売上本数4665本。第7位、 Nintendo Switch マインクラフト、売上本数5408本。第6位、 Nintendo Switch マリオカート8デラックス、売上本数7605本。第5位、 PS5 メタファーリファンタジオ、売上本数12492本。第4位、PS5 ドラゴンボールスパーキングゼロ、売上本数12928本。第3位、 Nintendo Switch ゼルダの伝説知恵の借り物、売上本数13273本。第2位、初登場 PS5 プロ野球スピリッツ2024、売上本数69078本。第1位、初登場 Nintendo Switch スーパーマリオパーティージャンボリー、売上本数227569本となっております。やっぱマリオだったわな。しかもごめん、これぶっちぎりですね、ぶっちぎり。いや、先週の売上ランキングの動画で、いや来週プロスピとどっち1位取るかマジわかんねえなとか思ってたんって言ってるんだけど、あの冷静になってアマゾン占い見てみたんですよね。全然マリオパーティーでしたわ。いやだってマリオパーティー、アマゾンだけで過去1ヶ月3万本とか売れて、このね数ってめった見たことなかった。1万本ぐらいまでは見たことあったんだけど、圧倒的でしたね。いや、しかもね、これね、マリオパーティーの何がすごいかって、まあマリオパーティーって任天堂スイッチで過去2作発売されてるんですけど、それらよりも売り上げ上がってんすよ。どんどん売り上げ上がってんすよ。興奮して思わずね、机も叩いちゃいまして。2018年に発売されましたスーパーマリオパーティーは初週売上142868本、2021年に発売されましたマリオパーティースーパースターズは初週売上163256本となっておりまして、売上ぐーっと伸びてるんですよね。で、一番最初の今日の動画の一番最初のコメントであった通り、あのダウンロード版は特にここに集計されてないんですよね。まあ集計といっても、この売上本数も小売店のいくつかの売上から、まあ、推定しているっていうような形にはなると思うんですけど、まあこの世にある売上ランキングのそういうものって大体全部そういう形なんですけどもね。まあちょっと豆情報に話が逸れちゃいましたけれども、売上どん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 伸びていってるんですよね。で、マリオパーティーのすごいところなんですが、売上ずっと伸ばし続けるんですよね。だってスーパーマリオパーティーとか世界で2000万本以上売れてたり、マリオパーティースーパースターズも世界で1200万本とか売れてたり、これから末永くずっと売れ続けるゲームが今この瞬間発売したんですよっていう話なんですよ。まあなんなら今年の年末にかけてめっちゃ売れ続けると思うんですよね。いやーすごいっすよね。いやそれこそね、2018年に発売されたスーパーマリオパーティーね、最初発売された時、あ、マリオパーティーってそんなに売れないんだな、なんか他のすごいゲームたちあるじゃない、スイッチのね、マリオのゲームたちめっちゃ売れるじゃないですか。だから初動だけ見て、あ、そうでもないんだなって思ったら、もう初動からずっと売り上げずっと継続して、結果もうトップに食い込んでくるっていうものすごいゲーム、なんかね明らかに他のゲームたちと売り上げの動向が違うんですよね。
長期にわたって安定的に売れ続けるとんでもないゲームなんですね。マリオパーティーのね、新作の発売ペースっていうのは、だいたい最近だと2年から3年ぐらいごとに新作を出すっていう傾向なので、まあ、今発売されたこのスーパーマリオパーティージャンボリーが、今後数年間にわたって売れ続け、なおかつ、まあ、ニンテンドースイッチの後継機、新しいやつ出るって言われてるじゃないですか。で、後継機はスイッチ互換もあると思われるので、そっちでも遊ばれるゲームっていう形になると思われます。一体何千万本売れてしまうゲームになるのでしょうか。この後も楽しみです。いやでもやっぱり強いよね、スイッチさ。スイッチはもう普及台数がとんでもないから、ゲーム出すたびにものすごい売れるわけだもんね。後継機どうするんだろうね。すごいハードル高くなってるような気はするんですけどね。まあ、そっちの方もね、気になるところではあるんですけれども、第1話初登場、スーパーマリオパーティージャンボリーでした。おめでとうございます。そして、第2位にプロ野球スピリッツとなっております。でもなんだかんだで強いんだよ、プロスピ。日本で一番売れるスポーツゲームはもうやっぱ野球ですかね。パワープロかプロスピっていう形ですからね。で、売上本数も、これじゃあ6万9000本。これはいいのか悪いのかっていうところなんですが、プロスピのシリーズで、プレイステーションで発売されたのは2019年のプロ野球スピリッツ2019なんですよね。まあ、その名の通り2019年に発売されたゲームなんですけど、そっちの売上本数はどうだったのかっていうことなんですが、プロスピ2019は PS4 版が17万5千本、PS Vita にも出していて4万4千本と売れておりまして、初週だけで21万本売れてるんですよね。まあ、2019年に比べて今の方がダウンロード比率高いっていう可能性はあるかもしれませんが、それを踏まえたとしてもちょっと下回っているかなという気がします。いや結構下回ってそうな気がしますね。これなんでですかいやプロスピ野球のゲーム全然遊ばないんで、なんかこういう原因かもしれないよとか、なんかありま、なんかそのご存知の方にぜひ教えてください。コメント欄お待ちしてます。PS5 の普及台数なんじゃないのかって、まあ、確かに普及台数的にも、ただ2019年の PS4 の普及台数って、まあ、そこまで大きく PS5 の今の普及台数とそこまで全然、まあ、倍も 2倍も3倍も違うとかではないと思うんですよね。 PS5 だってなんだかんだで日本で今600万台普及してるわけですからね。まあでもまあその要因もゼロではないかなっていう感じがします。 PS4 からね PS5 に移行していない人たちも結構たくさんいるでしょうから、まあハードの問題っていうのも原因の一つではあるのかなと思います。まあとはいうものの初登場にプロ野球スピリッツおめでとうございますでしたね。そして第3位にまだまだ強いゼルダの伝説知恵の借り物がランクインしております。先週発売されたたくさんの新作ゲームたちをまた追い越す形になっておりますよね。やっぱスイッチのゲームは強えな。ゼルダの伝説もこれどこまで売れますかね。来週か再来週にはパッケージ版だけでもう30万本っていうところは余裕で見えておりますよね。そしてですね、 PS5 のゲームの売り上げで言いますと、先週1位だったメタファーを抜いてドラゴンボールが、まあ、とはいえ抜いてるとは言っても売り上げ本数的にはもうほぼほぼ同じぐらいではあるんですけれどもね、ランキングが入れ替わるような形となっております。いやマジでドラゴンボールスパーキングゼロね、遊びたい。先週俺言ってたんだっけ、ランクマ行きたいとかって。まだ行ってねまだ行って、ずっとメタファーやってた、ごめん。いや待って、メタファーだってすげえ、だってもう時間解けんだもん。だってまだ40分ぐらいしか遊んでないかなと思ったら2時間経ってるんだよすげえ時間解けていくね。しかもめちゃくちゃ面白いんだよなメタファーね。そんなメタファーは5位となっております。パッケージだけで売り上げ本数10万本突破してしまいそうですね。発売初日で100万本売り上げたっていう報告以降は特に何の追加の報告もありませんが、まあおそらく売り上げ順調でしょう。日本でもパッケージ売れてますし、スチームでもね売り上げランキング結構高いところにずっといますので、世界的にはどうなってくるのかなって思うじゃないですかね。ちょっとメタファーの話はないんだけど、世界というかアメリカでのゲーム売り上げの話もちょっとこの後少しします。この後ね、そうまだ日本のランキング見てる最中でしょうが見てる最中でしょうが、まあ、見てる最中でしょうがとはいうものの、まあでもね、あとは先週の売り上げ、本当に先週の売り上げランキングにずっと新作が入ってきたっていうようなそんな感じになってますね。いやでもなんかサイレントヒル2はね2週目10位以内にいないかなって思ったんだけど、まだいるんだよねこれね。いやすげえいいゲームなんでね、ちょっとぜひ多くの人にね、あの素晴らしいホラーゲームを遊んでいてもらいたい。いやでもしんどいか疲れるか、
産地削られるもんね、あれね、結構ね。最初の方、慣れないうちは私もね、その、2時間も遊んだらもう、ってなるもんね。いや、今もう全然、ずっと遊んでる。無限に。だからもう平気だもん。全部見たもん。もう何も怖くない。何も怖くないは言い過ぎか。いや、でも怖くないです。ね。まあでも本当にね、この1週間、2週間はいいゲームがたくさん出ておりますので、まあ引き続きね、売れ続けていってくれたら面白いなと、嬉しいなと思います。いろんなね、いいゲームがたくさんの人の手に渡るのはね、いいことだと思いますので。でさ、ここ最近 PS5 のゲームが結構こう、ずらっと出てるじゃないですか。で、こんな意見とかもあって、なんかプレイステーションのゲーム普通に売れるのに、なんでファイナルファンタジー7リバースは売れなかったんだろうか、っていうような意見とかもあったりして、それで勘違いですね。まあ、メタファーとか、ドラゴンボールとか、売れてる。ね。他のゲーム売れてるのになんで、ファイナルファンタジー売れないんだろうね。まあ、違うんですよ。今年のゲームの売り上げ、ファイナルファンタジーがぶっちぎりです。ぶっちぎりなんですよね。パッケージだけで33万本とかなんですよね。まあ、メタファーとかパッケージだけで10万本いきそうですけど、その3倍売れてるんですよね。いや、ファイナルファンタジーとしてはそれは少ないんじゃない？ファイナルファンタジーならパッケージだけで100万本は当然だとかっていう意見があったりすると、まあ確かに昔だったらねそうだったかもしれないな、なんていうのはなのは私も感じたりしますね。すげえパワー、今すげえパワーのあるゲームって PS5 で発売されてパッケージだけで100万本とかって売れるのかどうかっていうところは私もすごい興味深いところではあるんですよね。それこそ来年じゃあモンスターハンターワイルズが発売されてそのパッケージだけで100万本あれは100万本近く売れるのかって言われたら、でも多分そんなには売れないんだろうなとかっていうところはちょっと思っちゃったりはするんですよね。ゲームの売り上げのね傾向っていうのは結構変わってきてるなーなんていう感じがします。でもじゃあスイッチに出すゲーム以外は収益として全然取れてないのかっていうと、全然決してそういうわけではないと思うんですよ。例えばドラゴンボールやメタファーとかサイレントヒルだって普通に収益に全然繋がってると思いますので、まあ日本だけの売り上げだけじゃなくて世界の売り上げも含めてっていうところではあるんですけれどもね。そういう感じの中ではあると思うんですが、そんな中でよ、さっきも言った通り、ファイナルファンタジー7リバース、まあ日本ではね、ぶっちぎりのパッケージ売り上げ1位だったり、まあパッケージ売り上げここまでぶっちぎって1位なら、ダウンロードも含めても余裕で1位だとは思うんですけれども、なのにスクエニ側の報告としては、第4四半期には、ホームスターズ、ファイナルファンタジー7リバースの2タイトルを発売したものの、初動としては当社の想定に届かなかった。なんて書いてるんですよ。ちょっと待って、こんだけ売れてんのに、初動が当社の想定、当社の想定に届いてないって、ちょっとスクエニさん、ちょっとそれはさすがに目標高く持ちすぎたんじゃないかなって、なんかね、改めて、ちょっとやっぱり、旗から見てると思います。旗から見てると。せいせい。まあ、もっとたくさん売れるつもりでたくさん開発費をね投入してたから、まあ、昨年度においては利益率はちょっと下がる傾向になっていたとかいろいろあるとは思うんですけれどね。こらスクエニ、こらスクエニ、こら何やってんの、こらスクエニ、あれか、世界で売れなかったっていうことなのかな。あ、というわけでね、アメリカのゲーム売り上げランキング9月分っていうのが市場調査会社のサーカナっていうところから発表されておりまして、そちらのデータをちょっと見てみましょうか。2024年9月、アメリカで売れたゲームのランキングです。こうなっております。1位は e スポーツ FC25 となっておりまして、2位にアストロボットなんだよね。いや、これは熱いですね。アストロボット日本でもね、パッケージの売り上げランキング結構食い込んでましたもんね。ちなみにこの売り上げランキングは、パッケージとダウンロード版の売り上げ両方含まれておりますが、任天堂のゲームだけダウンロード版の売り上げは含まれていないようです。まあ、公開されてないっていうことなんでしょうね。なので新作のゼルダの伝説知恵の借り物が4位に入ってるんですけれども、ダウンロード版を入れたらもっともっと上に上がってくる可能性が高いかなといったところでしょうかね。3位にはマッテンとか、5位には e スポーツカレッジフットボール25とか、これ日本で発売されてるね、みたいな感じで、スポーツのゲームがアメリカでは結構人気が高いなと。まあ、サッカーとかスーパーボールとか。6位に、スターウォーズアウトローズ入ってるんだわ。8月、発売当初の月では、ランキング3位だったんですけども、その翌月も6位って、結構売れてるよね。UBA ソフト的にはでも、スターウォーズアウトローズの売り上げは、初動予測を下回っていたということなんですけども、まあ、それでもやっぱりスターウォーズパワーですよね、といったところですよね。まあ、IP のパワー
っていうところで言うと、8位のホグワーツレガシーもまだ長期的にランクインしてますよね。これはセールとかで結構大きく値下げしていたところも要因として含まれるかもしれませんね。10位にはゴッドオブオーラグナロクが、これはパソコン版が発売されたからですよね。パソコン版の発売があったといえば、12位にファイナルファンタジー16が入ってるんですよね。やっぱりその遅らせて発売するパソコン版っていうのは、まあ、1年も経っちゃうとなかなかランキングにはね、こういう感じになってくるよねっていうところが、まあ、ゴッドオブオーラグナロクと同じような傾向がファイナルファンタジー16でもあるので、まあ、流れ的にこうなっちゃうっていうのが見て取れるかもしれません。まあ、というような感じのアメリカの9月のゲーム売上ランキングでございました。じゃあ来週のランキングはどうなってくるのか。さあ来週はですね、注目したいところがこれはごめんなさい、個人的な注目なんですが、ロマンシングサガ2リベンジオブザセブンが発売されました。これね、まあ、PS5 とかだけじゃなくてスイッチでも発売されてますので、さあ果たしてどうなるかな。まあ、もちろん一番売れるのはスイッチ版だと思うんですよ。任天堂スイッチ版だと過去1ヶ月で多分7000本ぐらいっていうところ売れてるんですよね。なんか2つに分かれてるんだけど、合算すればっていう感じなので、さっきのプロスピと同じ傾向が見えるとしたならば、スイッチ版だけで6万本ぐらい売れてくる可能性もあるかなっていう。ないか。いや、でも分かんないっすよ。で、PS5 版は過去1ヶ月で4000本とか売れてますので、いや、これマジで分からないの。分からない。ちょっと頑張ってほしい。それ以外の注目だと、三国志8リメイクが発売されておりますね。そして、毎年発売されます、コールオブデューティ。その最新作その最新作が発売されました。コールオブデューティブラックオプス6。Amazon 占いを見るとですね、コールオブデューティ、いや、もう売れなくなっちゃったね、日本で。本当に。いや、でも今作は特にゲームパスにも入っちゃってますからね。いや、あのね、過去、9年ぐらいか。ずっとコールオブデューティの新作買い続けてきた私が、今年とうとうゲームパスで遊んでるんですよ。買わなかったんですよ。みたいなところもあるので、昨年の、まあそれこそコールオブデューティはね、ブラックオプス3か4あたりぐらいがね、日本でのパッケージ売り上げすごいピークだったんだけど、そこからぐーっとずっと落ちてきている中で、今回もちょっと大きく下がってしまう可能性があるかなとちょっと思ってるんですけども、その辺気になるところは来週の売上ランキングで確認していきましょう。というわけで今日の動画はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いいたしましょう。じゃあね。